はい、皆さんこんにちは、さちねです。今日はですね、久々にですね DIY をですねやっていきたいと思います。結構部屋の中がですねごちゃごちゃしてきたので、簡単な棚をですね、作っていきたいと思います。はい、で、それに伴ってこの黒ゴムのですねパイプハンマーまで買っちゃいました。これも100円ショップで、確かこれ100円だったと思います。安いですよね。これ結構ね重さがあるんですけどもね、これでどんどんトントン叩いていって、棚の方を今から作りたいと思います。はい、材料なんですけども、100円ショップで買ったですね、このバスケット棚、これね100円ショップなんですけど300円ですねするんですね。これを3つですね、サイズはですねこんな感じです。はい、なので、机の下にですね置くぐらいの、そんなに高さがないですねものを作ろうと思いまして、それがですねこんな感じになっていって、3つですね、3つ買いました。はい、で、それぞれの固定部品なんですけども、これが、4個組、ですね、で棒にですね、このポールのところにですねつける、ジョイントラックの、固定部品になります。はい、これが、3袋4個組ですね、3袋買いました。で、ポール長さが47センチですね、あるものをですね、4本、買っております。結構ね、どんぐらいでしょう、まあまあ長いですけども、まあ、机の下に入るぐらいの、長さになっております。で、これを固定させるときにですねトントン叩くのに黒ゴムの、パイプハンマーですね、を買いました。こんな感じですね。はい、これ1個あってもいいんじゃないかなと思います。はい、ではまあそんなに難しくなさそうなんですけども、ちょっと作っていきたいと思います。まずですねこのように、このラック、バスケット棚の一つを一番下の方からですね、取り付けていくんですけれども、こういうふうにですねすでに、まあ、仮止め的にですね、仮止めをしているんですけれども、要はこのポールの、ポールにですね、このなんていうのかな、固定部品、この固定部品を、このようにパカッとやるとトップというふうにですね、この上になる部分がですねそれぞれ書いているんですけれども、これパカッと割れるんですね、こういうふうに。でこれを、このポールのですね、下になる部分から、私はですね、3個つけたいのでラックをですね 1,2,3 3つ目のですねこのラインのところにですねこれをセットしていきます。内側の溝の部分と、成形するときにできたこの溝、盛り上がってる溝の部分と、こっち側のへこんでる溝の部分を、まあ、マッチングさせると、カパッとその凹凸の部分がはめ込まれるので、きれいに締まりますよということなんですけども、若干空間は空きますけれども、このようにはめ込みます。そしてこのはめ込んだ、ポールを下側からですね、下側からここにはめ込んでいって、仮止め、このように仮止めをして、まあ、高さが合ってるかどうかをちょっと確認した上で、上からこのトンカチちゃんでトントン叩いていきます。あんまり叩きすぎるとですね、壊れる原因になるので、ちょっとこれね、なんか下に引いた方がいいかもしれないけど、畳の上ではちょっときついかな。固定部品がはまったので、仮止めをですねまたしていきます。はい、こんな感じですね。こんな感じですかね。
はい、じゃあまた今度もう一つの固定部品をこの上の方にですね留めていきたいと思います。一番上はもうギリギリのところにはめたいので、ここら辺でいいんじゃないかなと思います。で、溝と溝にはまったらパチッっていうので、あの、なんだろう、手の感覚でですね、自分でこうやって回していくとパチッっていうところがあるので、そうするとぴったり止まります。最初はね、すごいシクハックしたんですけど、なんかやり始めるとこういう感じでパチッと止まるんで、すごい分かりやすいです。でグリグリグリってこういう風に落ちてくると、こうやってだんだん位置を変えてくるとパチッて揃うところがあるので、それでハマったんだなっていうことがですね分かります。あら、なんでこれ硬いの、こうね、はい、OK、 できた。で、これ、はい、できました。意外に簡単だったはい、なんとかですねできました。で、これコツをつかめばすぐですね、できると思います。普通これ3段でですか、2段でこういう風に、2段で、売っているんですけれども、全然普通に3段作ることができます。ちょっと私の場合この、1段と2段の間隔がねちょっと狭かったんですけども、もうちょっとケース計画的に計画的にですね、これもうちょっと何個にすればいいっていうのをですね、あらかじめちゃんと決めてからの方がですねいいと思います。私も結構いい加減にですねやっちゃったんで、はい、でもいい加減にやった割には綺麗にできました。はい、結構簡単にできますので、整理棚をですね作りたい方は、こういうのを作ってもいいかと思います。はい、以上です。ありがとうございます。